2017年ロータックスマックスチャレンジシリーズのラウンド2フェスティカサーキット水波、今からはミッションのクラス KZ、 そしてロックシフターの混走になります。グリッドを紹介してまいりますと、ポールポジションからスタートするのは昨日の予選ヒート3回ともトップでチェッカーを受けましたトレンタクワトロなら三浦愛選手、ゼッケンは3番をつけております。もうご存知の方も多いかと思いますけれども、この三浦愛選手は、レーシングカートで華々しい活躍をいたしまして、現在は全日本 F3 選手権に参戦をしておりまして、N クラスではですね、女性で初めて F3 で優勝を飾るといった、これから三浦愛選手のですね、キャリアがどん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 上がっていくのが非常に楽しみだと言われております。そして2番手からスタートいたしますのがトレント・クワトロ名古屋黒沼瀬名選手、ゼッケンは9番です。昨日は三浦愛選手の前にどうしても前に出ることができませんでした黒沼瀬名選手ですけれども、今日はセッティングをちょっとじる、乗り方をちょっと変える、まあ、そんな工夫をして三浦愛選手に挑んでいるのではないでしょうか。そして3番手スタートはトレンタクワトロ奈良の広岡陸生選手、ゼッケンは7番をつけます。4番手にはケーテックウィズピーターパン下野舞選手、ゼッケンは23番です。そして5番手スタートティーケインズの加藤武義選手、ゼッケンは8番です。そして6番手スタートはトレンタクワトロ永見亮選手、ゼッケンは15番をつけます。そしてゼッケン99番はトレンタクワトロ上杉義行選手、ゼッケンは99番です。8番手スタートはワイズファクトリーレーシング春日正信選手、ゼッケンは34番。9番手スタートはワイズファクトリーレーシング草間博武選手、ゼッケンは98番です。そして10番手スタートはゼッケン31番をつけます、ワイズファクトリーレーシングウィズオートシエルの岡田久夫選手、ゼッケンは31番。そして9番手スタート98番ワイズファクトリーレーシング草間博隆選手、そして12番手スタートはゼッケン1番のトレンタクワトロ中村義明選手、昨年のチャンピオンです。そして12番手スタートは失礼しました、11番手スタートが京竹健吾選手33番、12番手スタートが昨年チャンピオンのゼッケン1番中村義明選手です。まもなくブラックアウトでスタート、いいスタートを切ったのはセカンドポジション9番黒沼瀬名選手、圧倒的に速さを見せていた三浦愛選手スタートで遅れました。そして2台が絡んでクラッシュパッドにコーナー、先頭は5コーナーゼッケン9番の黒沼瀬名選手、待望のトップに躍り出ました、抜群のスタートを決めています。さあここから昨日の予選ヒート3回トップでチェッカーを受けた三浦愛選手がどのように黒沼瀬名選手を攻めていくか、これは見ものであります。プレファイナル10周のレース、さあ戻ってきました。オープニングラップを制しましたのはセカンドからスタートいたしましたゼッケン9番黒沼、2コーナー手前でイエローが振られています、ここは追い越し禁止。さあそして3コーナーでグリーンが出まして、ここからバトル開始です。5コーナーの飛び込み、三浦愛選手は黒沼選手の後ろラインをトレースしていきます。そして3番手には23番ロックシフターの下野舞選手、4番手には1番の中村選手と続いています。2周目の11コーナー、逃げる黒沼追う三浦の展開、昨日までの3回の予選ヒートとは打って変わって全く逆のパターンになりました。さあ2コーナーのイエローは撤去されています。ここで選手の呼び出しをいたします。シニアマックスクラスゼッケン24番の新見選手、ゼッケン24番の新見選手、ゼッケン30番の吉江選手、ゼッケン30番の吉江選手はコントロールタワー2階にお越しください。
10周のレース3周目、先頭は最終セクション、まだオーダーは変わっておりません。しかし2番手の三浦愛選手と3番手の下野舞選手との間隔が広がって、そして3番手争い、今1コーナーでゼッケン1番、昨年チャンピオンの中村選手が下野舞選手をかわして3番手に上がりました。さあこれから、昨日はちょっと予選ヒート振るわなかった昨年のチャンピオンの中村選手ですが、今から調子を取り戻して前を行く三浦愛選手、そして黒沼瀬名選手を追い上げていきたいところ。プレファイナルは10周の争い、最終コーナーからトップが立ち上がってきます。残りは6周です。スタート直後から黒沼選手がトップに立ち、その後に三浦愛選手が続くという、このオーダーは全く変わらず、そして抜く気配も三浦愛選手は見せておりません。一方3番手に先ほど上がりましたゼッケン1番の中村選手は今からどんどん追い上げていきたいところ。中村選手にとりましてはトップ争いの黒沼選手、三浦選手がバトルを展開してくれればタイムロスとなりまして、一気にチャンスが広がってまいります。中村選手はエンジンを乗せ替えたということで最後尾スタートでしたが、現在は3番手、そしてぐいぐいの追い上げを今から見せていきます。先ほどの周コントロールライン横切って43秒350、中村選手前を行く三浦愛選手にじりじりと迫っております。さあこの中盤から終盤にかけてはトップ争いが三つどもえになる可能性も出てまいります。こうなってまいりますと、もちろんトップの黒沼選手、三浦愛選手とも中村選手ゼッケン1番の姿をコーナーで確認することができているでしょうから、ここは無益なバトルをせずにリードを広げたい、スムーズに走ってその差を保ちたい、そして勝負どころは最終盤に持っていきたい、そんなことを今トップ2のドライバーは考えているのかもしれません。どんどん追い上げていきます中村選手、そして4番手にはゼッケン7番の広岡陸生選手が上がっております。そして序盤3番手を走っておりました23番ロックシューターの下野舞選手は現在5番手、6位には15番の永見亮吾選手、7位には33番の京竹健吾選手、京竹選手はロックシフターです。8位には98番の草間弘隆選手、そして9位には99番の上杉義行選手、10位に31番の岡田久夫選手、11番手に8番の加藤武義選手、そして12番手に34番の春日正信選手。しかしこれはリーダーボード上のことでありまして、8番の加藤選手と34番の春日選手はオープニングラップ2コーナーでクラッシュパッドに飛び込んでおりますので、すでにレースは終えております。現在コース上を走っているのは10台のマシン。さあトップが最終セクションから戻ってきました。あと3番手と4番手の差がちょっと広がったように見えますね。三浦愛選手と中村選手との差は2秒3、この週はそうですね、コンマ2秒中村選手が三浦愛選手よりもタイム的には離されております。序盤でぐいぐい前に出て3番手のポジションから前を行きます。先頭の2台を追い上げる中村選手、セニアマックスのお呼び出しです。シニアマックスのゼッケン13番富田蓮選手、そして73番の佐藤選手、シニアマックスの13番富田蓮選手と73番の佐藤奈美選手はコントロールタワー2階にお越しください。さあそしてレースはファイナルラップに入っております。ポジションは変わらず、トップ黒沼選手、2番手三浦愛選手、そして3番手に中村選手、
このオーダーは変わっておりません。三浦選手がどこで黒沼選手を仕掛けるかというのは非常に、皆さんも期待されていたかと思うんですけれども、そのままのオーダーのまま今チェッカーがトップの黒沼瀬名選手、そして2番手3番の三浦愛選手、追い上げ激しく3番手でゼッケン1番の中村選手にチェッカーが振られました。4番手には7番の広岡、5番手には23番のロックシフター下野、そして6位には15番の永見、7位には33番の京武、8位には98番の草間、9位には99番上杉、10位には31番の岡田というオーダーでチェッカーを受けました。